はい、こんにちは。センターが近づいてきたので対策を一つ挙げようと思います。今回はタイヤ分完成ね、これ受験生が苦手って人が多いので、ぜひねやり方をしようと思うんですが、まあ基本はね単語と文法をちゃんとやっとけば解けるんですよ。ですが今しっかり蓄えた力をきちんとねミスなく出してほしいということで、まあ対策をやっとこうと思うんですね。でまず、このねタイヤ分完成が、なぜ苦手なのか、まあそしてどう解くのか、実はこれは一緒な感じがします。じゃあ、そもそもこれ何が問われてるかなんですが、まずは一つ目は、文法ですよね。まあ要は皆さんは4択の文法を解く場合ね、センターの第2問 A ですよ。それを解くときにはセンターは分野が決まってますから、大抵ね選択肢を見て、あ違いを見ていったら狙われてるものは判断できるよね。で実はこの、タイヤ分完成でもこのように一つの箱があったら、この前後を比べるときに文法の力が必要になります。要は上と下では何が違うか、これ結構みんなやってないんですけど、まあ、知識が曖昧な人は比べた方が分かるよ、ね、この上と下でどんな文法の違いがあるかを判断できるか、まあ、要は文法の知識が正しくあるからですね。そして二つ目に正序、まあ、要は第2問 B の並び替えの力があるか、これも聞かれてます。どこで聞かれるかというと、この2つ目の箱に移るときに構造が合ってるかがポイントなんですよ。例えば1つ目の箱に自動詞がありました。じゃあ次の箱には就職後 N が来ますね、はい、1つ目の箱に他動詞があった、だから後ろ目的語が来るみたいに、並び替えでどういう順番で英語が進むかっていう力が必要になります。いいですね。そしてその調子でこの3つの箱をしっかりとクリアしていくんですが、センターの本誌で特に大事なポイントがもう一個これね、まあ、いわゆる、会話、これ会話っていうのは少し誤解がありますから言いましょう。実は2014年まではセンターは会話を独立して出していました。そこで出てくるような会話表現が一応ちらほら出てきます、まあ、文脈で。で何よりもこれは文法とか並び替えの力だけでも解くんじゃなくて、このね前の部分に文脈がしっかりついているんですよ。しかも最近はこれが非常に長くなってる。だからそもそも会話の状況をつかめた上でそれを的確に並び替えられるかっていう文脈も聞かれているので、この3点がポイントなんです。だから皆さんは時には文法や並び替えといった文法関連の部分で落とすこともあるだろうし、正しく状況が取れていないとか、その言い回し方に答えられないとか、まあ、いろんなことがあるんですね。これ3つをしっかりと皆さんが区別できるかってことを試そうと思います。では、今回はセンターのもね過去問でいこうと思うんですが、まずは問1番、しっかりまずは文脈を読みましょう。1文目は Are you sure that 太郎 went to Chicago this summer? 太郎がこの夏にシカゴに行ったことは確かかと聞いていて、はい確かですよ、なぜなら彼がそう言ってたからだ。で何々な時にっていう、まあ例えば会った時にとか2人で話をしていた時にとか聞いた時にみたいに、まずは文脈から先に目を通すのでしっかりと読み込まさないようにしていただきたいと思うね。じゃああとは、それがね会った時にっていうのはどれで表すか、はい上から見ていきましょう。まずは、はい、この1つ目違いを見つけてください。 A と B ではAsk とTalk が違う。 Ask とTalk が違うってことは、ここでは他動詞なのか Talk 自動詞なのか、おそらくこの違いを聞いているんだと考えてください。これ意味そんな変わんないよね。尋ねる話す、まあそれは違うけど、一応まあここの会話では遜色ないとでしょ。だから他動詞と受動詞っていうのは直後に来る形が違うのだから、2つ目の箱によって決めます。はい、今回このアスクの場合は今 O1、O2 という形を期待してますよね。でトークの場合は Talk to him で、さらに後ろに続くのはもう就職後しか来れないので、直後に来る文構造が変わっています。じゃあそれを踏まえた上で2つ目の箱に進みましょう。じゃあ、ここね if が来てますが、if はもしっていう副詞もあるけど、かどうかって名詞もあるよね。これ ask の場合だったら何々かどうか尋ねる、
トークの場合だったら、もし何とかならば話す。明らかにトークの直後に if として、もし彼が何々ならば私が話した時、訳が変でしょ。だからこの段階で、あ、おそらく今回トークを使うことはないんだろうというふうなポイントなんですね。 OK、 はい。じゃあこれで初めの箱は A が確定で、そして2つ目の箱、もう一度じゃあ前後の文法を比べてください。 A では stay、 これは自動詞。 B では visit、 これは他動詞ですね。まあ一つアドバイスで、 stay は自動詞なんで直後に M などが来る、まあ保護でもいいんですけどね。で、visit は他動詞、これ結構文法出ますよね。あの visit は他動詞ですよ。よく関係詞の問題の時に visit 出るんですが、すぐ間違うからね。あの visit はこれは see です。だから見に行くんですよ。だから訪れるってなったらどこにってなんかなっちゃうけど、これ見に行くんだってなったら何よってなるから、これは他動詞ですよ。だから直後に O が来ます。 stay は自動詞、 visit は他動詞。はい、じゃあこの2つは後ろの形次第ですね。で、最後の箱の部分、A のアメリカと B のトゥーアメリカ、これはステイで取れる形がないの分かりますか。ステイだったらそもそも名詞が来れません。だから A は無理。そして B のトゥーなんか使えません。これ滞在するってことなんで、ここの部分には in とか at っていう前置詞が来るため、これはおかしいと。つまり2つ目の箱は B ですね。で、最後の箱は自動的に他動詞は目的語を導くので A だと。つまり答えは ABA の観点で答えは3番でしたね。1題目はですね、この文法とか正常といった単元、まあ言ったら動詞の語法なんですよ。動詞がこの形が来たら後ろにこの文型が来るっていう知識をいかに持ってるか。基本の動詞ね、 take、 bring とか have とかそういう形はもちろん、あとは tell とか say とかね、 speak とかあるじゃん。こういった基本的な動詞の形はちゃんと押さえておかないと、これセンター本当によく出すから、必ず整理するようにしてください。では、2つ目に行きましょう。これはね、文脈をちょっとね、重視した問題。最近はここのね、オレンジのね、問題文が異常に長いんですが、これしっかり見ましょう。では行きます。Hi Casey, I'm glad you made it in time. Make it はうまくいくとか間に合う、都合がつくって意味で、ここでは in time で間に合ってって意味もあるので、あなた間に合ってよかったって意味ね。まあこういった会話表現出てます。そして Our flights scheduled to depart soon、 まあ俺たちの飛行機がもうすぐ出発するってよと。で、 Thank you for telling me not to take the bus、 バスに乗らないよう言ってくれてありがとう。ってことで、これケイシーはバスじゃなくて何かで、ね、ここに来たんですね。 I never thought the traffic would be so heavy at the time of day、こんなに混んでるとは思わなかったよという話なんですね。どんどん行きましょう。 I always check the traffic railroad conditions when I have a train to catch、飛行機に乗るときは、まあ、よく道路状況を確認しているんだ。 You're so helpful、 あなたいいねと、助かるわ、空所何々と来て、今わかる状況はこの2人が間に合ったんですけど、まあ、ケイシーがバスじゃなくて何かでやってきたと。で、こういったあの空所に入るまでに文脈が完成してない場合もあるんですが、それをちゃんと空所でも補います。で、おそらくまあ選択肢を見ていくと、こいつはね、電車で来たんですね。 OK、 バスではなくて電車で来ました。本来だったらバスで来ようと思ってたんだけど、それをやめて実際は電車で来たっていうところがポイントです。いいですね。で、この問題を解くときのポイント、これね、よく使われるんですけど、これ選択肢ね、はい、A と B まず見てください。違い見ることはもちろんなんですが、これ仮定法なんですよ。これはしっかりチェックしておきましょう。仮定法はですね、現実とは違う仮の話を言うので、実は言ってる発言内容が変わります。いいですか。はい、金あったらなーって言ったら、俺金ないんだよね実際、わかる？貧乏だけど仮にお金あったらなとかみたいに言う発言と事実が逆に見えちゃうから、これ注意しないとダメね。じゃあ A と B まず見ると、 I wouldn't have taken、 そして I wouldn't take、 これは違いでわかる。
前後の違いで何が変わるか、これ時制が違います。私は仮に乗らなかった、多分このテイク乗るだよね、乗り物だから乗らなかったか乗らないだろうか、時制としてはもうすでに、乗り物に乗って到着したから実際始め A ですよね、過去の話です。そして2つ目、バスに乗らなかっただろうか、電車に乗らなかっただろうか、これポイントは仮定ね。もしかしたら、ね、仮に乗らなかったんじゃないかと。今現実としてはおそらく電車でやってきたので、これを仮定法を考えながら訳すと B の方が合うの分かるかい。電車に乗らなかっただろうねということです。実際は電車に乗ったんだけど、もしかしたら乗らなかっただろうねって言ってます。いいですか。これを A を選んじゃうと、バスに乗らなかっただろうね、実際は乗ったんだけどということで文脈が矛盾します。はい。でラスト A と B ですが、あなたの提案があればなければということで、まあ仮定法で with と without が使われてるっていうのは if と同じ意味ですから、あなたが提案してくれたんですね。ですからあなたの提案があればではなくて、提案がなければ、実際あったんですよ、実際あったんだけどなければって話が妥当なんです。最後 B ですね。つまりあなたの提案がなければ電車に乗っていなかっただろうと、実際あなたは提案してくれたから電車に乗れたのだということね。だから仮定法ちょっとね、これややこしくなりますから、仮定が出てきたらちゃんと現実を意識しましょう。これですね、仮定法出てきたらまず現実は何かってことをきちんと固めると、じゃあそれをね、実際俺は電車に乗ってきたよっていうか、あなたが提案してくれなかったら乗ってなかっただろうなって、いろんな言葉の言い方の回しがあるから、まずこれしっかり意識して今回はどう答えるか、特にこれ仮定法注意してほしいかなと思っています。以上このようにですね、文脈型が増えてきてるので、必ず文脈をまず読んで空所にどんな意味を入れるか、ね、完璧に読み取れて形を作るのか、このように作りながら考えていかないといけない場合もありますが、文法と並び替えと文脈、会話ですね、この3点は必ず聞かれますので、3つともね、まずは前後を比べて正しい形を次に進めて、文脈上合ってるかどうかは常に注意するというふうな方針で進めてみてください。